こんにちは、ランママです。皆さんのご家庭の冷凍庫にパンの在庫はありませんか？今回は冷凍してあるパンを使い、時短でとってもヘルシーなコロッケを作っていきたいと思います。油で揚げずにオーブンで焼くコロッケはいかがですか？コロッケは安定の美味しさでつい何個も食べ過ぎてしまいますが、子供が油をたくさん吸収するためにカロリーが高いおかずでもあります。今回のオーブンで焼くだけのコロッケは小麦粉、卵を使わずに
コロッケの種にパン粉を振りかけて焼くだけのレシピになっていますので、大幅にカロリーダウンにもなります。お正月太りもちょっと気になる季節ですが、簡単に作ることもでき時短にもなりますので、ぜひ作ってみてくださいね。またパンを冷凍しておくとすりおろしやすく、あっという間にふわふわの生パン粉が出来上がります。必要な分だけすりおろして作ることができ、とっても経済的で美味しいです。ぜひこちらも参考にしていただきたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。